大阪の吉村知事は解除は難しいという考えを示しています。一方、厚生労働省は全国の自宅療養者が今月9日の時点で54万人を超えたと発表しました。前の週より10万人以上増えていて、3週連続で過去最多を更新しました。